バリュージェット航空 DC-9 バリュージェット航空とは1990年代にアメリカ・ジョージア州クレートン郡に存在した航空会社である。航空会社コードは IATA2 レターが JA7 ICAO3 レターがベアだった。1990年代前半のアメリカ合衆国政府による航空業界の規制緩和により急速な成長を ミセタが1996年5月11日に発生した航空事故により利益重視、安全性軽視の軽視性が批判を集め、連邦航空局から運航停止処分を受け、最終的にはエアトランを買収してバリュージェットの名称は消滅した。なお、2レターコード J7 はその後日本の貨物専業のギャラクシーエアラインズが使用していた。 バリュージェット航空は1993年10月に経営破綻したイースタン航空から購入した2機の DC-9 でアトランタから3都市を結ぶ路線を開始し、その後約1年間で22機の旅客機を保有し124都市を結ぶまでに急成長した。ここまで急成長した理由は安売りチケットであった。 例えば2018年現在にサウスウエスト航空が170ドルほどで運航しているルートを1990年代、バリュージェットは39ドルで運航していた。当時アメリカの航空会社でも最も安い航空会社とされており、1980年代以降、アメリカで進められてきた規制緩和政策の典型的な成功例とされていた。またマクダネル・ダグラスが開発しようとしていた。 MD-95 を1995年に新規発注さえもしていた。しかし、一方では低価格を実現するために徹底的なコスト削減を行ったため、使用する旅客機は、経年機となった DC-9 から32や MD-80 を多く稼働させており、機体整備はほとんど外中、その上、無資格の検査員や規定外の検査機器を、 使用するなどの違法整備が横行していた。また、自社での乗員訓練は行っておらず、しかも、運行乗員の給与はフライトが完了して、初めて支払われる契約になっていたため無理な運行による規定違反が頻発し、事故や異常運行が多発していた。この実態を重たく見た FAA が、数多くの安全勧告を続けていたという状況にあった。 1996年5月11日にフロリダ州マイアミ国際空港を離陸したバリュージェット航空592便は同社が運航する旅客機から取り出された期限切れ酸素ボンベ144本が不適切に梱包された状態で積載されそれらが何らかの要因により作動し発火したことで機体が炎上 DC-9 の貨物室は クラス D の機密性があり、仮に荷物から火災が発生してもすぐに酸素がなくなり、自然に火災が収まる設計になっていたが、火災の原因となった荷物そのものが大量の酸素を発生させたことで、想定を超える温度の火災に発展し、離陸からわずか3分42秒という短時間で墜落。機体はマイアミ空港近くの湿地帯エバーグレーズに墜落し、乗員5名。 乗客105名全員が死亡する惨事となった。この事故では、同社の安全保安体制の不備が大きく急断され、FAA から運航停止処分を受けたが、そもそも本件が発生する8年前に、国家運輸安全委員会より出されていた、航空機火災に関する勧告を連邦航空局が無視したことで、事故機に火災探知システム及び消火システムが導入されず、 取り返しのつかない惨事に発展。それにより当時のアメリカ運輸省長官と連邦航空局長官が職を失うことにもなった。また、この事故で FAA は行き過ぎた、規制緩和による弊害を是正するため航空業界に対し安全対策の徹底を図ることになった。その後、バリュージェットは営業再開に際して安全対策を講じることを求められたが、 失われた顧客を呼び戻すのは難しかったため、最終的には、同じ格安航空会社であるエアトランを1997年11月に買収し、書類上は、バリュージェットが存続会社になったが、いわゆる逆差合併であり、バリュージェットの名称は消滅した。エアトランも2010年には格安航空会社大手のサウスウェスト航空に買収され、2014年には、 サウスウエスト航空に吸収される形で消滅している。ありがとうございます。